さんこんにちは。ジャズギタリストの高面信樹です。今日はソロギターでよく演奏することがあるギタリストが集まると必ず話題になるピックで弾くべきか、もしくは指弾きをするべきかということについて、僕なりのやり方を紹介したいと思います。まずですね、僕はソロギターというアルバムをリリースしています。このアルバムの中からの1曲、ブルース・フォー・ライリーという曲がリットーミュージックから発売になっている、ジャズギターマガジンという、雑誌の、付録の CD に入っているので、もし興味のある方は聴いてみてください。もちろんですね、それ以外の曲も Apple Music や Amazon、Spotify、あと、いろんなところで聴くことができるので、ぜひぜひ聴いてみてください。僕のスタイルというのは、そういった CD で聴くことができるような感じで弾くのがスタイルなんですけども、ソロを演奏するときに大きく分けて2つのやり方をしています。まず1つは指弾きだけ、もう完全に指弾きだけでやる曲というふうに決めて、弾くときにはもう完全に指だけで弾いています。あともう1つはピックを使って、もしくはプラスアルファで弾くという方法を使っています。なんて言うんだろう、ピックで弾くべきか指で弾くべきかっていうところで、このピックと指で弾き分けているというとですね、じゃあどちらでもないじゃないかっていうふうになると思うんですけども、実際僕はどちらでもないようなやり方でやっています。それで、指弾きの方はですね、この人差し指、中指、薬指を使って親指でベースを弾く、こういった、スタンダードなやり方でやることが多いです。そして今度ピックを使ってやるときですね、ピックだけで弾くのではなくて、大きく分けて3つのやり方をしています。まず1つ目がピックだけで弾くということですね。ですので完全にという感じでピックだけで弾いています。ソロを弾くときとかもっていう感じで全てピックでやっています。まずそれが一つのやり方。もう一つ目はピックプラス中指、薬指、そして場合によっては小指を使って弾くこともあります。これはどちらかというと、この指弾きする時の親指、人差し指、中指、薬指というこのやり方をそのままピックで、ピックを入れてやってるというようなニュアンスで弾くことがあります。この小指を使って弾くときは、ほとんどの場合がコードをまとめて弾くときに小指を使っています。言い換えると、小指でこうメロディーを弾くようなことはあまりないような感じがします。ですので、例えば、というようなことを弾くときには、この小指も入れて弾いています。ただ、もうちょっとアクティブなフレージングを弾くときとかなんかは、というような感じでこの3つの指で、3つというかピックプラス2つの指で弾くことが多いです。そしてこのピックを使っているときのもう一つのバリエーションとしては、これはですね、パッとピックを指のこの中指のこの関節のところに挟んで、一瞬だけ指弾きと同じような状態を作るということですね。これも頻繁にやってますというような感じですね。これはですね、特にやるときはこれでなんかこうすごいソロを弾いたりするというよりは、どちらかというとコードを同時に発音させたい場合ですね。なのでこうピックで弾くとこのような感じでタラーンと言うんですけども、指だけで弾くとという感じで、全ての音を同時に発音したいときにそういった感じで弾くことがあります。これはですね、例えばセロニアスモークとかピアニストを聴いているときに、そのこう例えばと弾くのではなくて、というふうに弾いた方がどちらかというとピアニストが弾いているような感覚に近いので、やり始めたこのテクニックなんですけども、だいたいこの3つを使っています。補足になるんですけども、今のこのピックをですね、ここにしまう方法なんですけども、これはですね、僕は高校時代、大学時代にラウドネスが大好きだったので、高崎明のようなこうタッピングをやるときにこう始めたこのピックをしまうテクニックなんですけども、それを使って今やっています。ですのでちょっとゆっくりやると、こういう風になっている状態からここに持ってきます。わかりますかね、こんな感じです。
なので、なんかこのままの状態でこうピックがこう中指の間に挟まる感じなのですごくやりやすいです。あとですね、このやり方に関して補足なんですけども、僕の友人のギタリスト、ジョン・ストーウェルさんという素晴らしいギタリストがいるんですけども、彼は、まあ、彼もですね、まあ、どちらかというとそういった感じでハイブリッド的に弾くんですけども、彼の場合はですね、不思議なことにあのピックがこの親指にペトってなんかふっつくような感じになって、それでこう弾くときに例えばこんな状態でこう一瞬親指にピックがついた状態でこう、まあ、指弾きなんかもしたり、あとはピックと指だけで弾いたり、あとはピックだけで弾いたりっていうのをこう入れ違えるような感じでやってて、すごく面白いスタイルなんですけども、彼みたいな感じでこう指をペタッとピックがペタッとつく人もいるので、まあ本当に自分が出したい音と自分がやりたいそのフレージングや、その指弾きで弾ける、例えばそのフレージングの内容とか、あとピックで弾ける内容とか、そういったことを考えながら、皆さんいろいろと工夫しながらやってみるといいんではないかなと思います。今回はこうして、僕がソロで演奏するとき、まあ、あのソロだけでもなくて、例えばトリオとか、他の編成で演奏するときも、こういった感じで、演奏することが多いんですけども、その僕のテクニックを紹介しました。もちろんですね、例えば、僕の友人のショーン・ハークネスという素晴らしいギタリストがいるんですけども、彼は、もうピックを使わないで指だけで本当に素晴らしい、演奏、本当にちょっと考えられない速さのフレーズとかも指だけで弾けたりとか、あとはですね、まあ、友人ではないんですけども、あとは、皆さんもご存知だと思う、ジョン・スコフィールドのですねソロを見に行きました。まあ、彼はあんまりソロで演奏することがないので、まあ この機会を逃しちゃうと思って行ったんですけども、彼はですねピックだけで弾いていることがほとんどだったんですけども、人差し指と、親指でこうというような、ことを弾いていることもありましたし、あとビル・フリゼルですね。ビル・フリゼルは本当に、ピックを持ってシンプルにトップのメロディーを、このそれあの上のこの2本の指で弾いているという感じだったんですけども、やはりその一番重要になってくるのは自分がやりたいソロギターの内容と、それを、やれるようになるためにどういったテクニックがどういったやり方が必要かということを考えることから逆算して、そのテクニックを考えていくことっていうのが自分のスタイルに合った無理のないテクニックにつながるんではないかなと思います。今回のこの動画が皆さんがソロで演奏するとき、もしくはトリオで演奏するときなんかコードを弾いたりとかすることが多いときとかなんかに、どういうふうに弾いたらいいかなということの参考になれば幸いです。皆さんもですね、どういった感じで弾いているかというのをもしよかったらぜひぜひシェアしてほしいので、このコメント欄に書き込んでいただけると嬉しいです。最後までご覧いただきどうもありがとうございました。